化祭に行った後の感想を聞きたいと思うんですけど、はい、文化祭は今のところ何校行った？2校。うん、2校行ったね。1校目に行ったのはもともと志望校でしたか？第一志望。うん、第一志望。はい、じゃあ第一志望の文化祭の感想を聞きたいんですけど、はい、あの日は学校の午前中授業があって、うん、それが終わってそのまんま行ったから、うん、お昼食べないで行って時間がねなかったから急いで行って、お腹空いてたと思うんだけど、うん、食べるものとかはあった？ちょっとあった。食堂に行ってた、うん、なんかサンドイッチとかおにぎりとか多分あったみたいで、うん、食べたんだっけ？食べてない。食べてないんだよね。ラムネ飲もうとしてたけど、うん、売り切れちゃった、うん、なんで食べなかったんだっけ？その後塾のテストがあって、うん、駅の近くまで行かないといけなかったから、うん、そこで食べたかった、うん、あ、そうなんだ。外で食べたかった。でもラムネは飲もうと思ったんだけどね、うん、売り切れちゃった。売り切れちゃったね、回ってる間に、うん。じゃあ食べ物以外に、うん、催し物はどんなのがあった？ね、覚えてるのある？鍵を探せみたいな。あ、なんかミステリーツアー的なものとかあったね。あと写真部の、あ、いったいった、写真が、うん、撮った写真がいっぱい飾ってあるとこと、うんうんうん、投票したりね、まあ、どの写真がいいかみたいな投票するところがあったり、うん、ね、とその学校の自治会みたいなとこで、生徒会みたいなね、あの学校の受験するときにどの塾に行ったかとか、うんうん、部活の紹介とかしてた、うんうん、受験する前はどんな勉強してたかとか、うん、どうしてこの学校に入ろうと思ったかみたいなきっかけみたいなのを今いる生徒さんに聞いてね、アンケートにしてくれてて、すごく見てて面白かったね、うん、あと部活動のね、紹介、何曜日にやってて、どんな活動しててみたいな細かい手書きの資料があって、すごく見てよかったね、あそこね、うん、さすが生徒会というか。そこで生徒さんたちがお部屋にいたよね、うん、お話しできた。そのね、その生徒さんとお話できたと思うんだけど、どんな話した？受験の前に、うん、なんかどういう勉強方法をしてたかとか、うんうんうん、直接ね、そう、過去問をどれだけ解いたとか、うんうんうん、3人ぐらい女の先輩がいて、うん、何か質問あったら聞いてくださいって言ってくれて、受験勉強の相談とかをしたらすごくいろいろ親切に答えてくれて、うん、応援してくれたよね。応援してくれた、うん、待ってるよみたいな。あー、待ってるよね。あれ嬉しかったよね、うん、手作りの合格祈願のお守りみたいなのまで用意してくれてて、すごく受験生のみんなに優しいお部屋だったね、うん、嬉しい気持ちで部屋出たね、うん、あとなんかステージみたいなものは見た？芸音楽、うん、あとなんか校舎の中庭みたいなところでピアノ弾きながら歌ったりとか、あ、結構外でもね音楽いっぱい流してくれてたり、うん、楽しかったよね、見てて、ね、楽しかった、うん、お客さんたくさんいたっけ？めっちゃいた、うん、どんな人たち来てた？小6受験生かな、うん、お父さんお母さんと来てる小学生みたいな人が多かったね、うん、地域の人も来てたし、うん、受験生も来てたし、明るい感じの文化祭だったね、手作りのね、うん、今回第一志望の学校に行ったのは2回目だったけど、中に入ったのは、うん、受験への気持ちがこうより頑張ろうって思えるような感じだった、うんうん、受かりたいと思った。あの学校いいなってまた思ったね、うん、あのお守りまだ持ってる？持ってる、塾のリュックに入れてある、うん、あ、大事にしよう、もしかしたら、うん、あのお守りが導いてくれるかもしれない。で、2校目なんだけど、うん、その次の週に行ったんだけど、この2校目に行った日は実は他の学校も同じ日に文化祭をやってて、どこに行こうかなってちょっと迷っちゃうような感じだったけど、うん、今回行ってみた学校は急にここ行ってみるみたいな感じで、それまであんまり話にも出てなかった学校で、まあまあ近いからこっちに行ってみようかみたいな感じで行ったんだけど、うん、
行きのバスが大変だったね。近いんだけど、うん、なんか一つのバスにめっちゃ人数乗って大人数、うん、きつかったね、あれ。行きがもうそれだけでちょっと気持ち的にぐったりしちゃったよね、うん、学校は初めて中に入ってみたんだけど、うん、中の印象はどうだった？綺麗だった。綺麗だったね。その日は文化祭だったんだけど、受験生向けにちっちゃい説明会やりますみたいな感じだったから行ってみたら、結構長くね、1時間話をしてくれたんだよね。もう早く文化祭見たいなって思ってたけど、どんな話されたか覚えてる？あんまり覚えてないんだよね。小学生が聞いてても多分ほとんどなんか分かんない難しいこうカリキュラムの話だったり、実際の学校生活のことよりはそのどういうメソッドでやるかみたいな、どういう考え方で教えてるかみたいな感じだったから結構つまんなかった。そうだね、小学生にはちょっときつかったかな。まあまあ、それで1時間ほどお話を聞いて、うん、で学校見てみようかって思ったんだけど、中はあんまり歩かなかったのはどうしてかな。なんか文化祭っていう感じがあんましなかった、うんうん、クラスでやる出し物とかあんまなかった。そういうのもよく分かんなかった。やっぱりこう文化祭もいろんな形があるなっていう感じだよね、うん、で今回は新しく初めて候補になるかなと思って行った学校だったけど、うんうん、逆に行ってみて、あ、ちょっとここはやっぱり違うかなっていう感じだったね、うん、ちょっとあんまり行きたいとは思わない、うん、近めだったし驚愕だし、うん、考えてもいいかなって思ったけど、行ってみてやっぱりちょっとやっぱ違うかなっていう、うん、文化祭も学校説明会もそうだけど、見てみれば好きになるかっていうとそうじゃないっていうのもはっきり分かってる、うん、条件じゃないね、条件じゃないね、うん、それがよく分かったって感じ、うん、まだ文化祭実は1、2校ね行きたいなっていうところがあるから、またそこも行ってみて、最終的にチャナがどの学校を受けようかっていうのを決めれる最後のね、チャンスなので決めてみましょう。はい、はい、じゃあお疲れ様でした。お疲れ様でした。